突然ですが、皆さんにとっての1年とは何だろうか。1年とは1月1日から12月31日までの地球の公転周期に相当する時間のことだぞ。ウィキペディアによると平均して 365.242 日あるらしいですね。はい、ゆっくり解説チャンネルじゃないので静かにしてください。5本。1年は貴様ら人間にとってはとても長い時間だろう。なんでうつ主が人材ずらしてんだよ。人材が運営するチャンネルだったのかここは。それでは、2年3ヶ月と言ったら何を思い浮かべるだろうか。いつまで背景文字なんだ、編集楽してんじゃね。2年3ヶ月か。やっとハレー彗星ですかね。それ76年だろ。いや、やっぱり38年続いた日本の政党政治じゃね。それ55年体制だろ。わかりづらいボケしてこないでくれ。55年体制ってなんだ ?55 年体制とは1955年から始まった国民党と日本社会と。はい、2年3ヶ月といえば灯籠の原作昨夜が復刻されるまでの期間ですよね。いや、わかるわけないだろ。英語の先生の沸点くらいわからんわ。あんまり言わないでください。2年3ヶ月でそれ思いつくならもはや変態ですよ。いや、2年3ヶ月ぶりの再会なんてまるで七夕みたいですよね。いや、どっちかっていうと月とすっぽんみたいな感じだろ。誰が亀だよ。ということで、こんにちは、こんばんは。お久しぶりのロスは動画でございます。確かに、しばらく動画サボってたから久しぶりですね。言葉にトゲがありますね。では、昨夜さんが来たということで早速課金していきましょう。もうすぐ生放送なのに。いやいや、推しが来た時に課金しなかったらいつ課金するんですか。前まで昨夜さんは全員揃えたと思ってたけど原作昨夜の存在忘れてたんですから。マジかよ、昨夜推し界隈の恥さらしじゃん。そんな界隈聞いたことないですけど、まあなけなしのマネーを使って神結晶買っていきましょうかね。ってことで、まずは神結晶でステップアップ引いていきましょう。いつって英語だけオシャレなフォントにするな。っていうか、なんか前より使う結晶の量増えてね。確か50連で1200だったと思うんだけど。まさか、シークレットで値上げしようとして。はい、気を取り直して引いていきましょう。ステップアップはキャラ確定ですから、当たりやすくていいですよね。10連目は確定枠だけだな。実況終わらせてフリー連見たいから当たってくれ。後でアベマで見ればいいだろ。うわ、止まったぞ。昨夜、もう誰ですかこのキャラは。メルランプリズムリバーはプリズムリバー3種類はいらない、いらない、いらない。さすがに知ってるから。てかメルランに関して白色すぎるだろ。まあ私メルランのファンクラブ入ってますからね。よくソロライブとか聞きに行ってます。なんでリサイタルが墓地開催なんだよ。相場は土管のある空き地だろ。それじゃやんリサイタルだけですよ。ってことで、10連目は新規すり抜けでしたな。お前がそう思うんならそうなんだろう。誰が見てもそうだろ。お、またも若干こねったな。ワンチャンに連続新規あるか。はい、価値格演出ありがとうございます。さあ、どっちが愛しの咲夜さんかな。うわ、両方すり抜けた。絵札も星5はなしですね。く、神結晶は貴重な分すり抜けた時のメンタル HP の減りがでかいな。メンタル弱すぎるだろ。お、一応またこねってはいたが、正直神結晶のコネッティングあんまり信用できないけど。は、はっは、また2枚来てしまった。これは来ましたね。うお、また止まったぞ。すー、はー。おい、なんかコメントしろよ。いや、やっぱり感情的になるのは良くないって一郎が言ってたし。実況者向いてないよ。一郎しか信じられない男。でもまだもう一枚ありますから。止まって、どうせすり抜けですよね、わかってました。もっと希望持ってくださいよ。手応えは悪くないんだけどな。そろそろステップアップの終わりが見えてきてますけど、大丈夫。終わらないと思えば終わらないんだよ。なんか強制心論多くない?今回は確定枠だけか。確定枠だけの時の方が意外と当たるんですよね。背景見えてないのかな?絵札の引きも微妙しな。ほんと頼みますよ、私の3000円。3000円にはちょっと荷が重いだろ。学生にとっての3000円は結構重いですからね。もうこれが最後の10連だな。く、メイリンだけに排水の陣だ。あんた一人で陣なのか?そのくだりやりたいだけだろ。うちも東方ネタを取り入れていかないといけない時代で。やばい、3人来ちゃった。最後2人は確定枠だな。キャラが昨夜である確率が約 10% としてそれが3つ。1枚も当たらない確率は 0.9 の3乗を引いてアーダカーダすると出る確率は約 27%。意外と低いな。昨夜来い、止まったー。おい、まだ出てない工場あんのかよ。もう、期待だけさせてきやがって。まあまあ、そんなにカリカリしないでくださいよ。そうですよ、マミゾウも飛車誤入したら昨夜みたいなとこある。一番かけ離れてるだろ。あ、でもまだもう1人いるんだった。ってことでステップアップは大爆死でした。惜しかったと思うんですけどねー。ガチャに惜しいとかねーよ。まああまり気は進まないですが、風結晶を使って引いていきましょう。また2年待つ手もありますけど、そんなに待ってられないわ。2年なんて一瞬ですよ一瞬。時間感覚得るかな。む、幸先悪いな。風結晶最初の10連は絵札オンリーですか。しばらくの間ロスワと遊んでなかったからじゃないか。いやいや、でもちゃんと風結晶集めてましたよ。ロスとワードちゃんは乙女ですからね。そんな風結晶だけの関係値じゃ振り向いてくれませんよ。ごめん、ずっと何言ってんの。あ、でも今回は1人キャラ来ましたね。これはロスワちゃんも私たちの浮気を許しかけてるのか。なんでこっちサイドが悪いみたいになってんだよ。あ、ほら、そんな突き放すようなこと言っちゃったら。ほら、すり抜けになっちゃったじゃないですか。いや、絶対関係ないだろ。ダメですよ、女の子は繊細なんですから、もっと共感してあげないと。え?このガチャは恋愛と一緒理論いつまで続けるの?もう視聴者さん飽きてるよ。お前が深夜に編集してるからこの話題しか出ないんだろ。めたいこと言わないでください。あ、てことで90連目。冒頭でも言ったけどそろそろ生放送あるしあんまり風結晶使いたくないんですけど。いやいや、ガンガン爆死しなきゃダメですよ。なんでだよ。うちの視聴者さんは爆死を求めてるんですから。爆死動画の方が再生高いのはそういうことだったのか。てかさらっと背景で絵札オンリーぶちかましてるんですけど。ふ。これでまた視聴者さんを楽しませてしまったか。ポジティブシンキングの化身か。どういうツッコミ?でもお願いします。そろそろ昨夜さん来てください。もうそろそろ出てきていい頃合いだと思いますよ。お、キャラ1枚出現。でも私は100連ごときで出るほど安い女じゃないですよ。もう安い女であってくれ。うぐう、これで100連終わりか。
ステップアップで終わらせる予定だったのに。でもまあ私をたくさん引くことによってお姉さんが私を実装してくれるかもしれないですし、いいじゃないですか。まあ確かにそれもそうか。お前一人じゃ変わんないだろ。うお、でもまたキャラ来てくれた。止まれ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 。その時、私は勝ちを確信した。長く苦しい型の末、ついに咲夜さんと出会えるのだと。私は、そう確信した。竜宮の使い、長江育です。はい、残り40連ですね。今回やたら新規すり抜けが多いですな。結構ガチャは引いてる方だと思うんですけど、なかなか新規すり抜けが減らないですね。っていうか今思ったんですけど、メイリンと昨夜って結構差ありますね。は？それちゃんと積分して求めたのかよ。そんなことしてたらヤバいやつだろ。人類の数学をそんなことに使うな。よし、またキャラ来た。頼む、今度こそ昨夜さん来てくれー。この後もガチャを引き続けたが、特にキャラが出ることはなかった。そして、ついに天井を迎える時が来た。ということで、無事に天井に到達いたしました。最近ガチャ引くと天井ばっかりな気がする。そんじゃ、交換ポイントで交換していきますか。では、今回は昨夜さんでも眺めながら終わりたいと思います。どんな終わり方やねん。また掃除の邪魔が入ったと思ったら、お嬢様のお客様かしら。いざよい昨夜と申しますわ。